んにちは。昨日飲み行って。お、はい。うん、そこがさ、飲み放題のお店だったんだよね。はい。で、おばちゃんというか、うんうんうん、まあ、そこのママというか、はい、1人しかいないんだけどさ、うん、まあ、4人ぐらいで行って、うん、何飲むっていうことになって、うん、シャンパンでも飲みますかって、なんか景気のいい人だから、おえ、そんな飲まなくていいでしょって言ったら、うん、いやスパークリングだったらありますよみたいな、うん、まあ言えばシャンパンみたいなもんの、はい、でじゃあそれでと、うんうん、そしたらさ、こう一生懸命開けてんだよこれ、あのこれもうね、うん、店中響き渡る、バーン言って、うん、勢いが、うん、で肘持っていかれそうになってるわけよ。危ない危ない危ない、肩抜けるぞみたいな。いや危ないですよね。いや危ないだろ、肩肘持ってかれちゃいますよ。いや、うん、で大事にしないと。それをクーラーボックスかなんかの、うん、ゴラゴラゴラって氷入れるんだよ、うん、あね、うん、でこういうグラスにつぐじゃない、はい、このぐらいしかつかないんだよ。えみたいな、うん、こっから次立つのと思ったらどうぞみたいな。もうね何も分かってない。で飲んだらぬるいというさ、冷やしてない、そりゃあれだけぬるかったら、うん、肩持っていかれるぐらい、うん、ポーン言うわもうって。そうですよね。あ、何やっとんやてお前みたいな。肩とか肘大事にしないと、持ってかれたら危ないですよ。肘はね大切なんだよ。まあ選手にとってもそうですし、そのママにとってもそうです。まあだから肘が大切だというとさ、はい、やっぱ子供の頃から、はい、やっぱ野球やり続ける、はい、まあ、今投球制限とか、はい、球数制限とかいろいろ言われてるけど、はい、野球肘、ね、まあ俗に言うネズミだよね、はい、あの皆さん言いますよね、この有利軟骨、軟骨、うん、はい、いや俺も肘が伸びないんだよ。あ、本当だ、右と左で違うんだ、ね、そうで大学の時かな、まあ、高校の時からちょっと肘が痛いなっていう時もあって、はい、で大学になったらこうロックして動かないんだよ肘が。こう関節にその有利軟骨みたいなのが入って、はいはい、で動かないとか。そうすると投げられなくなっちゃうんですか。投げられるのも何もさ動かないんだよ。からか、もう試合でも激痛なんだよ。もうそれでも無理やりやってたの。それはそんなこと分かんないじゃない。 なんで痛いんだろうかっていう、うん、だ投げすぎかな、練習しすぎかなって昔はね。え、病院は行かなかったんですか。行ったってさすっとけって言われるのが昔の野球だからさ、うん、まあ湿布貼っときなさいとか。そうそうそう。だけどやっぱ無理すると、はい、そういうことが大人になってから響くから、はい、やっぱちゃんと検査をした方がいいね、うん、そういうのね。そうですよね。実はその先日その野球肘で小学生の男の子が野球、はい、まあ、選手になるのを断念したっていうニュースがちょっと出てすごくショッキングで、肘を見たらやっぱりこう痛々しい跡が残ってたりとかして、で実はその選抜された中学生49人を対象に調査をしたんですけれども、うん、例えばこれまでに肘の痛みがあった26名、うん、肩の痛みがあった24名、そして今も痛みがあるが8名ということで、うん、まあ本当に全ての選手がやっぱり痛みを抱えながら、うん、それが小学生中学生だったりするんですよね。だから俺らなんかは中学の時っていうのは北海道で、はいはい、まあ、夏は野球だったけど、はい、冬はアイスホッケーやってたからボールなんか投げてなかったのね、はい、だからその間休めるじゃん肘は、うん、で高校になってからもう毎日野球部で練習してたけど、まあ、ピッチャーやってて1年から、まあ、3年の途中まで、うん、まあ、そうなってくるとやっぱ肘に負担がかかったんだろうね。そういう有利軟骨っていうかネズミ、俗に言うネズミっていうのができて、はい、で俺なんかそっから野手やってるから、はい、そ、まあ、多少痛くてもできるんだけど、うん、ピッチャーだよね特に。 そうですよね、うん、ピッチャーが痛みを伴うともう投げれないから。豊さんが一番最初に痛いなって思ったのは何歳ぐらいでした。あ、でも本格的に痛くなったら大学ぐらい。本格的なのが大学、うん、でもその前からもやっぱり、まあ、ちょっとなんかあったよね、うんうん、いやだからまあそのやっぱ成長期にさ、はい、過度の負荷をかけるっていうのはあんまり良くないよねやっぱ。そうですよね、うん、で痛いって言ったらどっかに絶対原因があるはずだから、うん、その原因をしっかり確かめて、うん、まあ、対処していくという、うん、例えばもう有利軟骨できてたら、はい、早めにもう取っちゃうとかさ。今ね内視鏡で簡単にできるんだよ多分、うんうん、ちょっとした手術だったら、はい、昔だったらこう切らなきゃいけなかったけど、はい、今内視鏡ちょっとした穴でそれを取り出したら、はい、痛みなんかすぐなくなるし、はい、復帰も早いしね、うん、
だからもう早めに対処しといた方がいいね、うん、だから小学生だと、だから見えなかったりする時あるんだ、隠れてるからネズミ、こんな中で、こんなネズミはいないけどさ、だからそれちょっとこれ分かりやすい、どこにいるかすぐ分かりますけどもね、うんうん、お客様がね、いらっしゃいましたね、イトーヨーカドーが来ちゃったからね、そう、あのそう週一で頼んでるイトーヨーカドー、まあそれはさておきニンニクも行って、うん、ネズミが、うん、あ、だから小学生とかだと、うんうん、その手術をしていい、うん伊藤洋華堂さんがね、まあ、それで、はい、まあ、早めの処置をした方がいいよね、そうですじゃないとやっぱ痛い痛いって原因が、うん、原因をこうほっとくと後になってもう取り返しのつかないことになるし、はい、だから、早めの対処をね、まあ、してほしいと思うね、そうですね、はい、ただでもこれのニュースになったことで、まあ、小学校の少年野球だったりリーグのチームだったり中学 の、まあ、あの高校野球だったりとかそういうものがやっぱ ちょっとずつ何か変わって、まあ、改善されるとね、うん、まあだけどまあ昔からあったけどね、まあ、痛いやがるやもうお前尻尾張っとけとか、うん、もうそんなもんお前こうやって刺すとけとか、うん、いろいろあったけどもうそういう時代がない時代じゃないし、ね、そうですよね、昔なんかお前投げた後肩冷やさないようにって毛糸のあれでこう温めてたんだからもうありえないから、そうですね、うん、でももうそういう時代も過ぎ、はい、ね、原因を突き止める、うんうん、ね、これが大事一番ね、はい、なぜ痛いのかって、うん、どっからの痛みなんだという、うん、だってまあ、例えば手首が痛いって言ってもさ、はい、例えば手首だけの問題じゃなくてここがめちゃくちゃ張ってたりとかもする時あるんだよね、あ、そしたらこっちに原因があるのかもしれない、こっちをほぐした方がこっちが良くなるとかさ、簡単に言えばよ、はい、でもそういうことの原因をどっから来てるんだということを本当にあの解明をし、うん、ね、対処していってほしいと思いますよね、はい、さあそしてなんですけれども、はい、あのコメント欄とかでね皆さん、はい、豊さんにこういうこと聞きたいですとか質問とかされてる方多いのでちょっと私見た中で私も聞きたいなと思ったものをちょっといくつかピックアップしたんですけれども、はい、まず、まあ、ガラッと話題は変わるんですけれども、はい、選手の食事面を知りたいと、特に遠征先でその食事とか食事面営業とかどうしてるんですか皆さんっていう、焼き肉ホイだよねみんな、待ってないやいや、そのゴキブリホイみたいな、違う違う、焼き肉行こうぜみたいな、もうね、いや違う違う、名古屋でもうまい焼肉屋さんあったし、はい、大阪では焼肉屋しか行ってないし、うん、広島また抜群の焼肉屋さんがあるという、ね、藤屋というね、はい、いやだから、うん、どうしてますかって言われても、うん、好きなものを食べに行くという、あ、もうそこはもう食べたいものを、そう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 、焼肉屋さんって夜遅くやってますもんね、やってるやってる、しかもね、いやそれと広島へ行ったら、うん、広島牡蠣の名産地だね、うん、美味しい、魚介類も美味しいじゃない、はい、だからそこを食べに行ったりだとか、うんうんうん、もうそのぐらいしか楽しみないんだよね、うん、でもメジャーの選手っていうのは、はい、自分が抱えてる、うん、あの栄養士から、はい、ホテルに着いたら、うん、ファックスが流れてて、うん、このメニューで出してくれと、本当ですか、いやバリー・ボンズなんか話を聞いたらさ、ファックスを送って、うん、メニューが来て、うん、そのメニュー通りに作って、うん、お出しするという、意外メジャーってもっと大雑把で、イエーイ何ポンドのステーキとかそういう、違う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 、メジャーは細かい栄養士がついてて、そりゃ雇えるよね、あれだけの年俸だから、まあ、そうですよね、それ込みの年俸かもしれないし、年間何十億だよ、うん、そりゃ払えるよね、そのぐらい、そうですよね、でもバリーボンズっていうのは5食、うん、毎日ちょこ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 って食べるんだって、5食じゃどっかで試合前後とか試合中に引っかからない、いや試合前後に食べて、うん、試合後にすぐ取る食事もあるわけ、うん、だから1日5食、豊川さんは現役の時1日何食ぐらい食べてました、遠征やっぱ大体3食だね、まあ朝昼朝あと9食、まあ朝昼、まあちょっとしたフルーツ系みたいなのを試合前に取って、うん、で夜焼肉ほーい、焼肉ほーいみたいな、いやいや焼肉以外食べないんですか、いやいや大阪ではもうほとんど焼肉だったから、だから引退したプロ野球選手で焼肉を経営される方が多いってそこなんですかね、まあ肉好きだよね、肉で広島は、うん、もうとにかく焼肉、うん、
がめちゃくちゃうまいとかあったから、うん、行った初日はそこ、そこ帰る前日はそこみたいな。すごい飽きないんですね。飽きないぐらいうまかったね。逆にこの選手なんでこれ食べてるのっていう選手いました？え、遠征先でそんなん食べるみたいな。なんかこいや、だからホテルで食べてる人はちょっと信じられなかったんだけどね、うん、あ、なんで外で食べないの、楽しみないのみたいな、うんうんうん、で焼肉食べた後っていうのはどうするんですか？いや、一軒軽く飲み行ったりとか、行きつけの、うん、まあ行きつけだな、うん、あれ来てるよね名古屋みたいな。もうね早いんだよ。でも俺らの時はメールがないから、電話で、電話とか、うん、ホテルにメッセージ、うん、今日広島入りましたよねみたいな。え、もう泊まるホテルも分かってる？いや、もう常宿だから。でスケジュール見てるんですね。あ、見てるよ。ドロークだ。今じゃもう携帯なんか LINE がバンバン入ってくるんじゃない、うん、大変でしょうね。会うのが楽しみとかってバラバラみたいな言ってました？いや、言ってたな。まあそうでしょうね。そうだな、うんうん、そんな話そんなまたあんま回らないようなみんな見てくれなくなるよ。そんなこと、あ、ベストナイン、イケメンベストナインをやってくださいっていう。いや、もうそれやってるの、やったんだろうな、つまんない。ああ、つまんないとか。いや、これはね、俺コメント欄を見てて、はい、森藤のベストナインを聞きたいと、うんうん、おお、私の、あ、私だからまあ理由はないよね、そんなにね。全くないですよ。あ、だからポン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 と言って言って。今いいですか？いいよ、ピッチャー。ピッチャーはあのね、2人で選べないんですよ。誰と誰？塩崎さんと麻生さん。それはまあイケメンだからじゃない。そう、そジャニーズ系だよね両方とも。もうね、塩、いや、麻生投手が出てきて私の中の塩崎投手を抜いていったんですよ。あ、じゃあ麻生じゃない。いや、でもちっちゃい時の塩崎、知らねえよ、ちっちゃい時ちっちゃい時のあの塩崎投手は。でも抜いていかれたんだろ。抜いていかれた麻生投手。お前ね、美形が好きなんだ。美形だってさっき言ったさ、男前ランキングに麻生は必ず入る、うん。いや、あの9回ナンバーワンってアイドルですよ、はっきり言って。もジャニーズに入っててもおかしくないぐらい。 MVP 取った時に私インタビューさせて、一番興奮してんの。なんで、だって私のベストナインですよね、うん、だからじゃあどっちなんだよ。じゃあもう浅尾投手でいいですよ。浅尾、ね、投手、はい、キャッチャー、キャッチャーは、山倉さん。え、山倉の呪いそれは都市伝説ですよ。だ、あれ読むのすごい心痛んだんですよ。山倉さんの呪いの感覚。どういうとこがいいの？寡黙、笑、あんまり笑わないんだけど。でも対比だよね、バッテリーで。麻生がなんかジャニーズ系で、うん、受けてんのは寡黙。だ、私ストライクゾーンがおかしいんですよきっと。な、誰でもいいってこと。いや、で誰でもいいんじゃないですよ。それだけ山倉さんに失礼じゃないですか。いや、そういうわけじゃない。幅が広いって自分で言うから。だから違うんです、だからおかしいんですよ、幅の取り方が。私グラフなのかな、まあ、もう山倉さんです。それもちっちゃい時からの、あの笑わない山倉さんが笑った時のなんか子供心に、あ、このおじさん笑ったっていう、嬉しいなっていう。不安で見てたんだね。じゃない。だから笑うと安心感があるという。笑うと安心感。まあまあいいや。はい、ファースト。ファースト。まあでもちっちゃい時からの思い出で、やっぱり私は清原さんです。ああ、あの西武対巨人。いや、これはもう、うん、でも王道だよね。王道ですよね。うん、でもそこはやっぱりあの巨人に、あとワンアウトってなった時の泣いた清原選手がファーストで泣いて、で、あの味方がちょっと行くじゃないですか、ちょっと励ましに、うん、あのシーンを見て子供ながらに、あ、こういう大人も泣くんだなっていうのがなんかちょっとにじんときて。泣いたの？泣いたかな。理由は子供ながらにあんま分かんなかったですけど、うん、あ、そういうことだったんだって大人になってから、うんうん、なるほど、分かったかなっていう。はい、セカンド。セカンドはドライバーコンビかな。いや、コンビって言われても、あ、そうかそうかそうか、お前2人でお前横にね、お前ポジション取るわけにいかないから。そうですよね、セカンドか。セカンド、いや、セカンドは誰だよ、じゃあ。いや、井端もセカンドやってたし、荒木もセカンドやってた。両方こう入れ替わった時もありましたよね、うん、ありましたよね。どっちがセカンド？荒木さんです。お、そう、荒木さんがセカンドの。いや、荒木はね、菊池も守備範囲広いけど、はい、菊池よりも広かったような感じがするな、荒、うん、木は。で、あの、こう笑わない守備、笑わないのが好きなの。アイドルとか笑わないとか、スパしてるとか。なんだ、ギャップに弱いのかな、私。ギャップを感じたことあるの、荒木の。はい、なんか、はーって
ってこうやって守ってる時の守ってこう華麗なプレーした時のこう淡々と戻ってくる、それでベンチ戻ってなんか笑った時とかな、あ笑ったみたいな、笑えばいいの、笑えばいいの、なんか笑わない時笑えばコンビひどい笑えば今これ言えるだろうと思ってきましたね。いや、はい、だからまあ荒木ね、はいはい、っていうことはやっぱりショートは、いや違う違う、サード飛ばすのよ、急ぐなよ、サード誰だろう、誰ですかねサード、知らねえよお前に聞いてんのは出てこないな、石毛さんって、まあ、サードもやってましたよね、うん、だからやっぱり私石毛さんかな、あの位置は、うん、あのこうあれも笑わなかった、石毛さんもね笑ってない笑ってないな、あんまり、まあ、笑わないですよ、でも、いやでもね、みんなが集まった時に、うん、キャプテンだったし、うん、リラックスするさせるために、はい、いろいろ笑顔を見せてたけどね、俺の中ではね、あー豊さんの中では、うん、俺の2つ上だったけど、あ2つ上なんですね、石毛さんかな、いや大石大二郎さんはショートでセカンド、あだちっちゃい時になんかショートとかセカンドとかがちょっと入り乱れてるんでしょうね、大石大二郎さん、でもサードは石毛さんな、サードは石毛さんです、はい、ショートもう井端さんです、洗い場コンビだったり、井端も笑わないからねこの前来て笑ってた、この前来てあのカメラが止まった途端、うん、どんどん流暢に笑われていて、うん、もうね流暢に笑うって言わないよね流暢に喋るはあるけど流暢に笑うってどう流暢に笑うの、だからねどんどん笑顔が出てくるんですよ、うん、確かにどんどん、うん、だからあ井端さんの笑顔っていいなと思いながらな、ショートそうだけど守備面だが宮本さんなんですね、どっちなんだ、わかんない、笑わないのか笑うの、井端ゲストに来たからって気遣ってたろ、いやそんなことないです、そんなことない、じゃあどっちか選べ、井端さん、はい、結婚するんだったら、結婚するんだったら浅尾投手、あそこ行く戻るんかいやいや宮本か井端か、まあ井端ね、あじゃあ洗い場コンビ、はい、もうそこは、まあ、確かに日本を代表する二遊間だよね、見てて気持ちよかったですね、コンビとして、うん、例えば俺と山下さんとか、はい、ね、うん、いろいろいた中で、はい、まあ、俺のこと言っても変だけど、はい、洗い場コンビってやっぱ球史に残るよね、あのコンビは残ります、あ2人だけの二遊間のプレーとか見てたいですもん、綺麗だし、あ結婚してもうまくいくかもな、あの2人がですよね、いやそうですよ、喋らなくても分かり合えるっていうか、いやそうなんですよ、ね、だからね、多分来世ではもし、まあ、前世でもしかして夫婦だったのかもしれないですよね、そんなことない、それはない、はい、レフト外野、外野がね、はい、そのやっぱりね一括りになってしまうんですよ、一括りでいいじゃん、もういいですか、だからこう個別化に、うん、まあ里崎は個別、うん、なんでセンターばっかり選ばれてて、うんうん、なんでレフトはレフトセンターはセンターで内野だったらじゃあ一緒くたんでいいのかっていうことを言ってたけど、はいはい、うん、そう女性には難しいよね、そうなんですよ、なので子供の記憶ということで、はい、あれロメイシ選手ってどこ守ってましたレフト、じゃあロメイシ選手です、ロメイシってお前ターバン好きだもん、ね、違う一度も好きだもんって言ってたことないし、行ったことない、行きたいですけどね、ロメイシ選手はやっぱりちっちゃい時に出てくるとなんか必ず9回逆転のホームランを打ってくれるっていうね、でね笑わないけれどもホームラン打ってこう回ってる時に笑うんですよ、そう笑う、そう、もうそれがね俺もムカついただよね、あ打たれた方、守ってた方だから、何笑ってんだこいつ、もう私は嬉しかったです、まあそれそうだ、ね、と思う、ジャイアンツファンか、ジャイアンツファンの時もありました、うん、でその後西武ファンになって、その後近鉄ファンになって、その後ヤクルトファンになって、浮気症だな、そうなんです、だから結婚できないんだ、違う私一度付き合うと結構長いんですよ、まあ、知らねえ、そんな話はいいんですよ、だからロメージでさんでしょ、はい、秋山浩二さん、うん、秋山浩二ってさ、うん、忘れられてんのかわかんないけど、うん、みんなのベストナインから、はい、確かに身体能力は高かったよね、うん、なんかね、ちょっと、ね、足速い、肩強い、ホームラン打てるって、で、爆中で帰ってくる、んでお前、40-40やったのかな、40本、40盗塁みたいな、40打点じゃない、今40-40? だから40ホームラン、40盗塁やったんじゃない、いやすごい選手だったやっぱりですよ、ね、うん、ただな最初はねサードだったんだよ、うん、あいつね、はい、でサードにスティーブといういい外国人が入ってきて、うん、まあ、あの身体能力を生かすんだったらセンターだなって言ってセンターにコンバース、でもすごかった確かにですよ、ね、お前いいとこ見てる、うん、で、はい、なんかねちょっとね新庄選手と被るところがあるんですよ、なんか、うん、そのフォルム的に
スタイルもいいしな、スタイルもいいし、やっぱりこうかっこいいという、見ていても爽やかというか。アサウトどっち？あ、いい勝負ですね。お、本当に。はい、秋山さんはやっぱりかっこいいですよ。体格が素晴らしかったですね。体格が、はい、体格も素晴らしかったですね。あと一人、あと一人、でも私ブライアント忘れてますね。まあ黒人系好きだもんな。黒人の音楽は好きです。ブライアント選手ってブラックミュージックが好きなの。そうなんですよ、うん。レゲエとかヒップホップとかソウルとか大好きなんですけど、うん、ブライアント選手ってあれどこも持ってたんですか？小学校にね。いや、ライトとかも、いや、いろいろやってたよ。いろんなところですね。うん、じゃあやっぱ、まあ確かでも外人入れてないからね、みんなベストナインに。大体日本人くくりだからね、うん、ブライアント選手がいいですね。まあいいや、それはブライアント選手はもう、いやもうね、うん、ブライアントが笑うとものすごく可愛いんだ。可愛いんですよ。そう、あとホームラン打った時のフォーム、ポンって打った後のこうで2ステップしてこうなんかポンっていって一塁行くじゃないですか。分かんない なんで打った後のこう振り抜いた時の、ああ、振り抜いた時のあのフォーム豪快さ。いやね、うん、東京ドームのあのスピーカーに当てたからね、今ないけど、あ、当時あったの、あの一番高い天井のところにスピーカーがあったんだよ、はい、あれに当てたからね。すごいパワー持ってますね。パワー持ってる、半端ない。今どうしてるの？気になるな、ブライアントさん。いや、この前あったよ。え？あのエディ・マーフィーっていうふうに言われてたよね、一時期。似てたからってことですよね、うんうん、まあでもいいベストラインだと思う。あ、よかった、うん、よかった。意外にやっぱなんかこうファンの人って、うん、野球ファンの人って、はい、俺らなんかさ、うん、なんかこだわりが強すぎて、まあ、プロで一緒にやってたから。でもファンって純粋にこう選んでいくじゃない。はい、私が好きだったみたいな。はい、うん、そこがいい、よかったな。あ、いや、意外でよかった。あ、よかった、それちょっと嬉しいです、うん、でもイケメン好きだっていうのが分かったよ。まあ、イケメンの人ね、コメントなんで、はい、ね、結婚相手募集してます。